東山公園モノレールとは、愛知県名古屋市畜区にある東山公園において、かつて動物園と植物園の間を名古屋市交通局協力会が運営、名古屋市交通局が保守管理していた、懸垂式モノレールである。三菱重工業が、フランスの企業連合サフェージュから導入した方式を日本国内で、 初めて採用したモノレール線であり、実験線的な要素も兼ね備えていた。また、この線は、いわゆる遊戯施設ではなく、東京都交通局上野県水線と同様に、園内アクセスを目的とした、正式な地方鉄道法に基づく認可を受けた、県水式鉄道であった。三菱が約2億円の公費をかけて建設し、名古屋市交通局の外郭団体である。 名古屋市交通局協力会によって運営され、1964年2月8日に開業し、1974年12月18日に廃止された。当初、後に、名東区になる、最寄りの住宅街の西山団地まで、延伸計画案もあったが中止となった。モノレールが開業する前は、植物園と動物園の間を小判電車で結んでいた。 電気機関車が牽引する小型客車が走り、途中には交換所もあって、頻発運転をしていたが、多数の利用客をさばききれず、遊具の範疇では対応できないとの判断から、本格的な観客輸送用の路線建設が議論された。しかし、普通鉄道の不設には、下記の問題点があった。これに対して、三菱は、サフェージュから技術供有を受けた直後であった。 懸水式モノレールの実用試験として名古屋市に導入を提案し、下記の点が評価されて採用となった。実際、このモノレールが開通した当初はかなりの人気があり、に、3本の列車待ちをしなければ乗車できないほどの成長を見せていた。アルミ合金の車体に赤い帯をあしらった塗装は、開業2年後に放映されて子供たちを中心に、 一大ブームを白したウルトラマンにもなぞらえられた。また、乗車運賃も往復乗車では、袋分を半額に設定するなど、意欲的な施策も取られ、さながら遊具施設のようにもて生やされていた。なお、開業時は、動物園と植物園は別施設であり、入場料も別々に必要であった。東山公園モノレールは、両施設の敷地外という位置づけで、動物園や、 植物園から乗車して同じ施設内に戻る場合は再入場可能な証明書を発行していた。東山公園モノレールで得られた各種データや設計思想は懸垂式モノレールとして後に開業する湘南モノレールや千葉都市モノレールに活かされており、これらの軌道施設や車両構造の一部に当時の東山公園モノレールとの共通点を確認することもできる。 当初は順調な滑り出しであったモノレールも時が進むにつれて次第に目新しさが薄れていき単なる輸送手段としか認識されなくなっていったこのため建設時にはあまり目立たなかった欠点が徐々にクローズアップされていきそれにつれて乗客も急速に減少した結局黒字を出したのは当初2年に止まり廃止前には累積赤字が 約3500万円にまで膨らんでいた。廃線の理由としては以下が挙げられる。また廃止に至る直接的な要因としては、モノレールを運転する運転士が年齢等により相次いで退職となり赤字路線であるモノレール専用の乗務員要請が難しかったことも挙げられる。純粋な輸送手段として見ると中途半端な路線が災いし、 1974年6月1日に運行休止、同年12月18日に廃線となった。車両は休止時には車庫を兼ねていた、旧動物園駅に留置されていたが、展示に適さない場所であったため、旧植物園駅まで移動させ、現在でも旧植物園駅に当時の車両が軌道と共に留置されている。このモノレールの廃止後の1987年に、 動物園の開園50周年を記念し、遊戯施設として、動物園と植物園を結んで、湖畔を回り一方向の環状運転をする、小座式モノレールのスカイビュートレインが完成した。この建設に際し、一部では、初代モノレールや湖畔電車の跡地も活用されている。東山公園モノレールは、実験線的な要素もあり、車両も一形式一両のみであった。車体は、 アルミ合金製で新密菱重工業が製造した。車体下に折りたたみ式非常用手すり付き階段が備わっており、非常時には車内中央の非常口から階段を使って脱出できる構造となっている。動物園駅、植物園駅 ABCDEF 曽根悟ル週刊歴史で巡る、鉄道全路線公営鉄道、私鉄3号モノレール、新交通システム。 工作鉄道、朝日新聞出版文冊百科編集部、朝日新聞出版、週刊朝日百科、2011年10月16日、14から15ページ。徳田光一編長、名古屋市電が走った町根弱 JTB、1999年、P54 名古屋の市電と、町並み日本路面電車道公開名古屋支部、 編著トンボ出版2010年1月10日発行。普段は、蓋がしてある。ありがとうございます。